アレクサンドリア及び全アフリカのパパ、総主教セオドロス二世は、現在の聖教会のアレクサンドリア総主教である。公式な称号は、聖にしていたりて、福なる、大いなる都市アレクサンドリアリビアペンタポリスエチオピア、全エジプトと全アフリカのパパ並びに総主教、党たちの父、牧者たちの牧者、主教たちの主教、第十三の使と、全地の調停者。セオドロス二世は、 アフリカとマダガスカルにおける、正教会の指導者である。日本正教会における教会スラブ語風表記に従えば、フェオドル2世、古典ギリシャ語再建音表記では、テオドロス2世となる。テオドロス2世は、ギリシャのクレタ島に1954年に生まれ、そこで義務教育を終えた後、アテネのリザリオス教会学校を卒業し、アリストテレステッサロニキ大学の進学教授資格を、 取得した。オデッサで、芸術史と文学と哲学を学んだ。1975年から1985年まで、首、タスクサイ、クレタのランビストスファキオンノフ市協調の局長を務め、重要な言動、事前活動に従事した。1985年から1990年まで、アレクサンドリア総主教ニコラオス六世及び、 パルセニオス三世のもと、ウクライナのオデッサにおいて、ロシアにおけるアレクサンドリア総主教代理を務めた。セオドロスは、ギリシャ文化研究所とフィリキエテリア博物館を600人の子供たちのために設立した。そこでは、ギリシャ文化の教育が行われている。1990年には、キリネの主教に、助成され、パルセニオス総主教のもとでのアテネ代表に任じられた。セオドロスは、 いつも、パルセに、オスのアフリカ訪問や、多くの国際会議、宗教館会議、進学会議に同行していた。モスクワ総主教キリル一世への着座式、キリル一世が、クーコリを受ける場にて、総主教セオドロス二世が、後方に移っている1997年に、セオドロスは、アレクサンドリア総主教ペトロス七世の人気初期に、当たってペトロス七世を補佐する副主教となり、 10ヶ月後にはカメルン府主教に選ばれた。セオドロスは精力的に認知で伝道活動に当たった。教会、学校、病院を建設し、多くのアフリカ人と在アフリカギリシャ人を助けた。2002年にはジンバブエフ主教に転任し、ハラレに4ヶ所の大規模な伝道センターを、400人の団員のためにギリシャ文化センターを、マラウイに2つの大規模な伝道センターを、 ギリシャ議会の援助のもと、彼は、モザンビークのベーラにあるエレニックスクエアを復興した。また、聖堂を建設し、ボツワナとアンゴラにいるギリシャ人共同体に寄贈した。英外界でのヘリコプター事故で、総主教ペトロス7世及び他行為聖職者、数名が、事故死すると、2004年10月9日に、アレクサンドリア教会聖シのドにより、 万丈一致でセオドロースが公認のアレクサンドリア及び全アフリカのパパ、総主教に選ばれた。着座式はアレクサンドリアの生神庄福音大聖堂で2004年10月24日に行われた。着座式には著名な宗教関係者、市民の代表とともに多くの信徒の参党があった。2009年2月1日に行われた。 ロシア正教会モスクワ総主教キリル一世の着座式に出席、バイトをした。アンゴラプレスニュース。w w w a n g o l a p r e s s a n g o p a u 2 0 0 8年5月12日閲覧。ありがとうございます。